はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースはですねこのコース、まあ、サムネがねすごくシンプルなコースなんですけど、クリア率は 1% 以下っていうすごく難しそうなコースなんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。最近ねなんかこう人気ランキング順に探して、あのトロールコースとかすごく人気な人がねいいねをつけたコースをやってるんですけど、なかなかですね、うん、素晴らしいコースが多くてなんか左怪しいぞ。これは大丈夫か。こっち行ってみますか。すごく怪しいね。まあ、トロールだからこっちが騙されるんでしょうきっとまあノーって書いてたけど、なんかマリオをねなんかこうやらさずに済むすごく素敵なコースだと思うんですけど、えなんか優しくない今日のトロール、なんか即死系が全くいや違うんだって、これただのボンミス。いや今日のなんかトロール優しいんじゃない。コースを始めた瞬間に大体さ即死されるんだけど、ちょじゃあどうしよう。この亀の甲羅から一回脱いでジャンプしてこっち行く。オッケー来ました。でテレサ倒しましょういつもねやられるんですよあのテレサにさ。ここかサムネになってんのは。ちょっと左行ってみていい来ました。あちょ待って、そんなことしないで星の上に乗りたかったかった。いや違うんだって星の上にさあの一番先っちょのてっぺんに乗りたかっただけなんだって。そこでさふはははって言いたかっただけなんだって。あうわこれ左行けみたいな感じじゃないの。あ行けた。あやっぱ優しいよ今日今日やっぱ優しいよ、なんかそんな気がする。じゃあこれはオンオフしてみる。あオンオフしたらまずいねこれ、下に落ちてやられるパターンでしょう。そういえば最近ねあのミンバトの方の動画でさ、トロールコースとあのミンバトどっち派ですかってあの聞いたんですよ。そしたらねなんかミンバトの方が多かったんですよね。でもそれはねミンバトの動画で聞くからちょっとでけそんなとこまで来んのミンバトの動画で聞くからねミンバト派の方が多いんじゃないですかみたいな、このトロールの動画で聞いてみようかなって思うんですけど、ちょっと待ってこれここら辺で大丈夫でしょ。ざまじゃあこれは取っていいのかな。まあ取ってみようか。で左逃げる。あなんもないね。鉄球が出てくると思ったんですけど、まあまあ左もなんもないんで右行きますか。あれこれはオンオフしておかなきゃいけないって感じかな。いやでもさオンオフしたら絶対下落ちるやんね、さっきのガリガリんとこ。これちょっと左行ってみていい。絶対そんなと思った。えじゃあどうす、ちょじゃあここオンオフしていいのかな。ちょしてみるね。はい、なるほどキノコが出てくるのか。ちょっと真ん中より右寄りでキノコが出てくる。きたオッケーでいやさっきと違うやんかなんだそれは。じゃあキノコ取って一旦左行ってみるね。こっちが正解みたいな感じかな。なんもないやんか。すいません本当にわかんないんですけど、どうしたらいいんですかねいや本当にわかんないんですけど、どうしたら。あなんか出てきた。わははえこっちで合ってるっぽいね。あこっちでいいんだ。あよかった。なんかねキノコ取って左に行ったらさツタが出てきたんですよこれ。わははうわわもう何回もいって言わせるの。いやマジで気づかんかったねこれ。左行けばよかったんで、ね、そしたらツタが出てきてたみたいな。いや何も音ないからさ無言で出てくるからさ。いやまあ喋んないんですけどツタはばっか喋んないんで、これはこう行って左来た。わはははなんか嬉しい一発で行けたのが。いや一発じゃねえごめんさっき引っかかちょっと右にいるのはずるいって。じゃあここは左行こっか。いやあれは避けよう。ちょっと待ってください、これはもう引っかかった気がしますもうダメな気がします。どうしよう右って、うわやっぱりこれ右だね絶対。このね今右行けないんだよねこっち。もうドアの向こうなんかバーがあるっていうか、うん、じゃあここ行くしかないよねもう全然信用ならねえこの土管の先行くんですけど、はい。あじゃあなんだこの取れそうで取れない感じ。いや
もうそれじゃあこのドアに入ったらね、つららが落ちてくると思うんですけど、あれは当たらない。オッケー、多分これで合ってる。で、これは入っていけるのかな。ちょっ、いや、はっはっはっは、戻ってきた時に履けばよかったの。あー、どうしよう、このドア気になんない。ちょっと入ってみる。もう一回リセットしてないかな。お前いいのか、お前もいいのか。それじゃあここタイミングだね。タイミングよく行こう。はい、戻ってくる。はい、オッケー、うまい。今一発だね今一発だねってなんだろう。ここバネがあんのかな。じゃあこれはヒップドロップするしかなくない。ヒップドロップするか上に行くかだよね。ちょっと上に行ってみる。あいつうぜなんだよ、もうそのまんまもうこの火の中にやられて焼き魚になってしまえばいいのに。じゃあここはヒップドロップで壊そう。はい、で左に行けるみたいな感じかな。履いたまんま行こっか。なんか履いたまんま行った方がいいと思う。こっちだね怖えマジ怖え。このドア次何があるんだろう。オッケー、あれ、いや、オッケー。これちょっと待って、何もなんないの。これ多分あれだね、このドア入った時ずっと左押したままにしておけみたいな感じじゃない。じゃあこのドア入るとずっと左押しっぱにしておくね。押しっぱ、オッケー、中間ゲットやったぜ。長かった今日のこの中間ゲット。もう20分ぐらいかかってるからね。大丈夫ですか、これは左に行くしかなもうなんだそいつら、焼き魚になってしまえ。じゃあ次は何もしないでおこうね。金魚振ってくるんで、オッケー、もう読めてんだよ焼き魚になってるバカねあ、じゃあ早く行けってことかな。ちょっと早く行ってみるね。ほっ、おい、オッケー、うますぎ。ちょっ、これは、え、どっち踏めばいいの。ちょっとこの羽の方叩いてみようか。あっ、これじゃあしゃがむね。こう、オッケー。で、はっ、今貫通しなかったね。え、ここマリオ貫通すんの。あ、なにこれ、なにこれ、ちょ、誰か教えて。すごくない、ほら、当たっても無敵的な。わ、意味わかんねえ。バグ、なんかバグっぽくない。で、このまま左行っていいのかな。なんもないね。なんか今日あれだね、平和だね、今日というか今平和全然平和じゃねえやん。これ上叩けないよね。あ、上は叩けるんだ。じゃあこっちを押しておいて、ドッスに左に行ってもらうみたいな多分感じでしょう。ドッスに来て、オッケーオッケーオッケー、ちょ、大丈夫、いけおさっきまでおらんやったやんか。それじゃあリベンジだね、行きましょうドッス。オッケーオッケーオッケー。で、ブラパ出てくるんだよね、ブラパ出てくるから、よっしゃ。で、このまま上行ったらいける。来た、うわ、どっちだろう。うわ、もう右しか行けん、絶対これ上に行かないけんやつでしょう。うわ、もう土管しかないやんか。土管の先何があるんだろう。うわ、やばそうなんだこれは、新しすぎでしょこれ。どうせばいいのこれねえねえ、あ、上に上がっていけ的な、こんな感じ面白すぎ。じゃあもうすぐ上に行くね。オッケー、来た、これでいいんでしょ、今度引っかからんかったよえ、これ引っかかってんのこれ。ブロック出しておけみたいな感じ、多分そうでしょ。ここで出しておく、オッケー、これでいける。あ、いけるね、扉に行けます、次に進めるで。この辺は何もないね。いやー、このコースはね結構悩むんですよ。悩むっていうか謎解きがめっちゃ多い感じがする。待って、これなんて書いてる、読ませろ上読ませろ、なんて書いてるかわかんないでしょもう。なんとか、待って、下の方だけでも読もうか。 One, do you see、 さらに上が気になるな三つしか見えねえ。まあこれ叩いて、うん、多分右は進めるとは分かってました。で、うわ、どっち行く、
これもう一回叩いていい？あー、何もなんないのか。じゃあもう一回叩いても右行くしかないね。これは1234って書いてる。は、え、なんだろう。1は何もない、2はなんか星、なんか3も青の星で4も星っぽいんだよな。まあいいか、このまま進んでみていい？オッケーオッケーオッケー。で、あ、次右ね。なんかこれ覚えなくちゃいけないみたいな感じ。ちょっと覚えておこっか。1個目が何もない、2個目が線の星、3が青の星で4がブロックの星でしょ。で、5がこのブロックで6が赤。これ覚えておけみたいな。で、5、6、1、2、3、4、5、6ってある。いや、わかんない。え、なんですかこれは。はぁ、いや、一番右でなんかピンポン鳴ったんですけど、これでいいのかな。え、中間ポイント、あ、なんか今のとこマジで全然よくわかんなかったね。まあ中間ポイント取れたんでよしとしましょう。で、ここで、あははは、待って、これは、あ、え、いや、これもう積んだ、あ、積んでないね。いけるいけるいける。これは本当は積んでたんだじゃないの。あ、もう積んだねこれ。今の行き方でやっぱ合ってんのかな。で、右行って早く進もう。早く進んで、あのパックンが出てくるからね。で、今度はこれは多分ね、オンオフをも押したら瞬間またすると思う。それじゃあオンオフしてすぐ右に行っていいことが分かったんでね、行きます。で、これオンオフはしたらなんかわなくせー、わなくせーけども、いや、多分罠じゃない。このまま行けるはず。ほら来た。オンオフしてたらどうなってたんだろう。上から多分なんか降ってきたと思うんですけどね。今日は読みが当たりました。オッケー、走りましょう。うわ、待って、大丈夫。やっぱ走ってよかった。臭いなこれ。もうこっち多分あれでしょう。やられる感じでしょ絶対。うわー、あ、よかった、中間ポイント取らなくてよかったよ。あ、びっくりした。あ、これで合ってんの、これが合ってるんじゃない。そして右に走ってダッシュ、それがやり直しさせてくれたのかな。あ、そうっぽいそうっぽい。ほら、ダッシュしていけみたいな、常に。はっはっはっは。もう期待させんな。なんだこれは、邪魔くさいなこの丸々も。そしてなあ、ここサムネにしていいですか。待って、ほんといけねえ。あ、ゴールじゃねえか。え、いや絶対これゴールって思わないよねみんな。いや、めっちゃ嬉しかったな。いや、今日は早くね、あの、このコース終わることができたんですけど、めっちゃ楽しかったな。結構頭使ったんですけどね。それでは今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。